はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。ワインはこちらです。はい。はい、こちらね。超有名ワイナリーでございます。アメリカ、カリフォルニア州のサンタバーバラという地域のワイナリー、オーボンクリマ様ですね。はい、オーボンクリマ。ABC ね。略してね。ABC。はい。ABC が、初めてだね、京都ワインのほうが多分初めてだと思います。まあこのオーボンクリマっていうワイナリーは本当カリフォルニア、カリフォルニア広しといえども有名度ランキングがかなり上の方に入るのではないでしょうか。まあ日本でもねすごく、まあ、流通量も多少ね、多いし結構いろんなところで見かけるかなとは思うんだけど、でもこのサンタバーバラっていう地域を代表するワイナリーで、しかもね、カリフォルニアの本当に、これピノノワールなんだけど、ピノノワールと、シャルドネも作ってるんだけど、そういったブルゴーニュ品種を、この成功させた第一人者の一人なんじゃないかな、オーボンクリマね。このジム・クレンデレンっていう、この超体格いい巨人みたいな人が作ってるんだけど、そう、素晴らしいワイナリーかなと思って、これがピノノワールの、椿ラベルっていう、エチケットがね椿昇さんっていう方が描いたこのイラストになってるんだけど、これね結構輸入元が何個かあって、その輸入元ごとに結構そのねオリジナルラベルというのがあって、でさらに内容も、そのオリジナルラベルに見合ったそのね、内容とか味わいか、多分使ってる畑とかどういったブドウを使うとかは多分違うらしくて、でこれはその、インポーターさんのラベルを使ってるやつなので、他のインポーターさんはまた違うラベルで違うピノを出してるっぽいんだけど、なんかそれがいろいろあるらしいんだけどね。こんな有名って言いながらね、そんなに俺も飲んだことなくて、実際ね、実際のとこ、しかもこうやってなんかこうの、1本開けるというかね、なんかグラスとかで飲んだことはやっぱり結構あるんだけど、こうやって一本向き合って飲むっていうことってやっぱなかなか機会がないから、ちょっとねタイミングよく見つけたので、今回オーボンクリマやっていこうかと思いますね。このジム・クレンデレンさんっていう方が作ったワイナリーなんだけど、本当にもともとはブルゴーニュ志向で、カリフォルニアでもそのブルゴーニュのようなね、エレガントで上品なピノノワール、シャルドネが作れるようなその、修行とかもねブルゴーニュでしてきたらしくて、かの有名なアンリ・ジャイエのとこで修行したって言ったかな、でいろいろ世界中を飛び回りながらワイン作りとか畑とかを見て、で、1982年に作ったワイナリーなので、すごく古いよね。カリフォルニアの中でもすごく古い方だと思って、そこからね本当にこの一流としてずっとやり続けてきてるっていうすごいワイナリーかなと思います。サンタバーバラっていう地域もねすごくこのブルゴーニュ品種に向いてるような、ちょっと冷涼な地域なんだけど、カリフォルニアだとちょっと南の方に行ってね、ロサンゼルスの少し北ぐらいにあるんだけど、なんかねすごく荒涼とした地域で、たまに緑があるんだけど、その緑がウド畑とかなんかそういうとこがあって、本当に広い場所だけどね、アメリカだからね、すごく好きな産地かな。もともと行ってきたっていうのもあって、サンタバーバラの本当に少ししか行けなかったんだけど、なんかその空気とかを吸うとやっぱりこうね、ああ来たなってねサンタバーバラ来たなっていう気持ちが今でもそういったね、なんかあの頃の気持ちが蘇るから、こういったところワイン飲むとね、やっぱり現地に行って行くっていうのはすごく大事かなと思いながら、久しぶりにこのサンタバーバラのワインが飲めるという喜びあると思います。はい、ゆきおとワイン。はい、色合いはね淡くて綺麗なルビー色だね。いや、もっと濃いかと思ったけど、結構甘め、本当にブルゴーニュのような感じの綺麗な色だね。さあ、ではいただきましょう。綺麗な色だね。こんな淡いとは思わなかった。ね。どうかな？いやー。
今日ね、赤系果実から、まあ、少し黒も寄りそうだけど、でもね、結構チャーミングだね。うん、甘い感じのブドウのそのね、ちょっと甘さがあるような果実ミートね、少しお花っぽさかな。なんかその辺がすごくもうとっつきやすさっていうのがやっぱりあるよね。うん、うん、少しね、土っぽさもあるのかな。ちょっとアーシーな感じとか、そう、土の要素とで、お花と果実っていうのがすごくそれが複雑にこう絡み合ってるような印象を受けますね。うん、うん、でもすごくね、やっぱとっつきやすさがある香りだね。全然内向的ではない感じで、うん、なんかもうもちろんブルゴーニュのようなちょっと繊細さも持ち合わせてはいるけども、やっぱり、ね、そのカリフォルニアサンタバーバラのようなこのなんか少し明るい雰囲気を持つようなピノの印象にはなってるのかな。うん、でもいい香り、すごくなんかこう複雑に考えないで飲めるようなワインというか、まあまあいい意味でね考え込みすぎないというか、だってってことはやっぱりちょっと外交的なね、そのタイプのワインなんだなっていう印象にはなるんだけど、うん、すごくいい香りいただきます。うん、あ、美味しいね。うん、美味しいね。わかりやすい。そして、うん、かといってすごくカリスミが強いわけでもないし、まあ、この色合いで見れば分かるように酸もしっかりあって、そのね繊細さというかこのボリューム感で攻めてくるような感じは全くなくて、すごく丸い感じの球体のバランスを持ちながら、ちょっとねブドウのその甘みというかねもあって、ただ甘さだけじゃなくて酸もあるから、まあ、綺麗な味わいに感じるっていう、まあ本当にもうお見事というようなバランス感覚だね。多分誰が飲んでもこれはもうね美味しく飲めるんじゃないかな。しかも重たく感じないから、こうクククってすぐ飲んじゃいそうなタイプのワインだね。うん、いいよねこういうワインも。なんかその少しスプレングしながら開いてくると、その、まあ、ハーブっぽさというかそういうのもありつつ、お花の香りと混じってやっぱ複雑さが少しあるような感じだけど、いい香り。いやいいね、こういうワインもね久しぶりに飲んだかもしれない。こういう地域のピノって美味しいよね。美味しいな。まあ、少しこのストロベリー感というかそういった系の、そうね、まあ、ちょっといちごミルク的なね、少しミルキーな要素もあるから、そういうのも含めてとっつきやすさ、キャッチーさっていうのがあるのかなと思って、うん、やっぱこういったワインもいいよね。うん、すごく、あー、なんかアメリカカリフォルニアワイン最近あんま飲んでなかったかな。ちょっとまた攻めていきたいな、そっち系ね。結構最近やっぱブルゴーニュとかフランス、イタリアが多かったような気がして、うん、うん、いい香りだね。やっぱりピノノワールといえど、まあ、もちろんブルゴーニュが一番大好きだと思うんだけど、いろんな地域のピノも特にカリフォルニアとかもいろいろまた飲んでってみないとわからない部分とかね、これまた新しい18年のヴィンテージだから、まあ、どんどん多分進化してってると思うからね。前飲んだ作り手でも、ね、2、3年経ったら全く変わってる場合もあるし、まあ、よりいい方向にね、そう、やっぱりまた飲んでいかないとな、飲みたいワインが増えちゃうなこれ。うん、あー美味しい、美味しいね。エントリーラインでこれだからね、美味しいよ。オーブンクリームはねイザベルっていうピノノワールがあって、まあ、それがもう飛び抜けていい印象があって、イザベルは多分7000円ぐらいなんだけど、
すごく、まあ、すごい素晴らしいピノノワールだなって思った記憶があって、多分それもでも深海とかで飲んだだけ だからちゃんと一本飲んではないけど、だそれを飲んだ時にやっぱりすごい作り手なんだな、ボンクリマってって思った記憶があって、まあ、エントリーラインでも確かにこのクオリティを持ってるってことは非常にね、いい作り手ですね。そういう上から言ってる。いや、なんか言葉がもっとあるはずだな。すごい単純な言葉で終わってしまった。まあ、いいでしょう。はい、ということで本日は、アメリカ・カリフォルニア・サンタ・バーバラにあるオーボン・クリマっていうワイナリーの、あ、そうだ、ごめんもう一個話したいことがあった。これね、なんかちょっと調べてたらさ、まあ、もちろんピノ・ノワールなんだけど、ピノ・ノワールに、なんかこの他のワインは、ね、ピノ・ノワール 100% って書いてあったんだけど、なんかこれだけピノ・ノワールとしか書かれてなくて、あの多分輸入元の資料かな、うん、まあ、100% では書いてなかったのよ。あ、なんだこれ、あーと思って、別にその時は全然気にしなかったんだけど、他のサイトでこのワインを調べてたら、なんかピノ・ノワールに少しだけモンドゥーズを混ぜてるって書いてあったの。いや、俺本当かどうか分かんないからさ、いや一応このね、ニキュートワインの表記ではピノ100っていうことには しときたいんだけど、でもなんかそういうの書いてあるとこもあって、え、本当にと思って、あのモンドゥーズっていうのはあのフランスのサヴォアっていうね、まあ、すごくマイナー地区だけど、まあ、いいワインがいっぱいできるとこだけどね、サヴォアの、まあ、土着の品種で、俺もすごい好きな品種なのよ、モンドゥーズね。まあ、ちょっとシラっぽいんだけど、シラほどスパイス強くなくて果実味があってみたいな、でちょっと深みがあるタイプのワインができる品種なんだけど、そのモンドゥーズを少し混ぜてるって書いてあって、えっと思って、まずピノにモンドゥーズそこで混ぜてるのも結構びっくりだし、サンタバーバラでモンドゥーズできんのっていう、モンドゥーズは育てたのっていうのを初めて知ったとか聞いたから、カリフォルサンタバーバラところか、カリフォルニア内でもモンドゥーズ作ってるところなんてあんま聞いたことなかったからさ、えっと思ってびっくりしてさ、え、本当に混ざってんなと思って、今思い出した、そういえば。それで気になる言葉を残しながら、ね、この、まあ、今日はこの辺締めるんだけど、なんか知って、もし知ってる方いたらね、ちょっと教えてほしい。え、モンドゥーズが本当に混ざってるのかな、オーボンクリマって。っていうね、ところです。はい。最後に、こんなちょっと疑問を投げかけて終わろうと思います。はい。ということで、本日はオーボンクリマの、椿ラベルっていうワインかな、っていうのがあるで、はい、ございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。本当ご視聴ありがとうございました。ゆうきでございました。それでは皆様、じゃあね。バイバイバイ。バイバイ。